カナリアかそう、踊りやかそうですか。かっこいいもんね、かっこいいね。知ってます？僕の世代で言えばね、バイヘイレンだとかカバーいっぱいしてますからね。踊りやかそう、ちょっとジャンル違うけどね。どうぞどうぞどうぞ。今日は行ってきたんですけど、この曲 CM で流れたことがあるような気がするんですけど、アリス会長、鶴木さん、デイズリーブーブー、これ観客だったまだ出ない あまり呼んでないでもいいっすよ、みんなが楽しめるなら Thank you.
そんなこんな言ってる間にね、映画の初めにあのイントロが始まった時にびっくりする曲があるんですよね。そうそう、あの女性、あの少女が言うんですよ。オープンとレインボー、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 しっとりきてね。Thank you.
これ来ますな。アレさん、ラストだね。ラストなんですか。ひょっとしてその曲は ABBA。 おお。アバでございますか。誰か言ってくれるのか。そのままされてるって話で。さあ、アバといえば、あれ、ウーマンの曲ですね。さあ、ごめんなさい、ごめんなさい。
え、あのルイ・アームストロングさんが歌ったとも言われてる、あ、ワンダフル、あの曲ってこの素晴らしい世界ですよね。そうですよ。あれって確かウェディングでも使われてませんでした。使われてる、使われてる。ウェディング BGM 送ってあげて、皆さん守ってあげて、余計緊張してきたね。拍手で温かめてあげて。OK、 ではお送りいたします。キャメルクラブは What's Wonderful World、 この素晴らしい、よろステージ上がってもらった。ごめんなさいね、末永くお幸せに、はい、ありがとうございました。そういうわけで、ね、
ありがとうございます。